株式会社カプコンは主にアーケードゲームやコンシューマーゲームの開発、販売を行う日本のゲームメーカーである。東京証券取引所第一部に上場している。1979年 IRM 株式会社として設立した。設立者は ARM の辻元健造で、ARM はスペースインベーダーブームの際に社運をかけ、社名を冠した。 アームインベーダーを発表するもののインベーダーの、筐体の市場は1年ほどで、飽和状態に陥る。その状態で下請けから製造の継続を求められ、断れなかった。結果10億円分の在庫を多く抱えてしまった。その直後、アームは、アイレムと、社名変更して、仕切り直しを図ろうとするが、辻元は、同事業に続き、オリジナルゲームの制作に乗り出そうとする。 しかし、当時まだ、コピーゲームがメインだった、アイレムで、辻元の意見は、社内の理解が得られず、結果的に、辻元を含む3人が退社した。この際、インベーダー関連の在庫で被った負債を、支払っている。10億円の借金により、自宅さえも売り払いくすぶっていた辻元は、対等の社長ミハエル・コーガンより、お金を出すから、ビジネスをやってみないかと言われ、 公害より1億5000万円を借り、それを元手に新規に会社を立ち上げることになった。なお、カプコンという社名は1981年にアームの子会社として設立した日本カプセルコンピュータに由来する。オリジナルゲームを作ることを目的に設立されたが、当初は開発者こそ多く抱えたものの開発ラインが整わず、比較的安易に制作が可能だったエレメカで、 1983年に業界に参入する。ビデオゲームとしては、その翌年の1984年発売の業務用、縦スクロールシューティングゲーム、バルガスが第一弾となるが、その後ナミからの転職祖、藤原徳郎、岡本吉木により、名作と歌われるゲームが、次々と開発され、徐々にゲーム会社としての知名度を上げていく。ただし、後の、 ストリートファイター2ブームが訪れるまで、経営的には、日の車だったという。なお、ゲームの完成度の高さから当時、カップコンのゲームはナムコから移籍した人間が作っている、という噂が、誠しやかに囁かれていたが、デマであった。岡本はこの噂に触れ、自分の作った作品が、そう評価されるのは、嬉しいと発言している。その後、数度の経営危機を乗り越えながら、 数多くのヒット作を生み出している。他の同業メーカーよりも、社内の世代交代のサイクルが早いのが特徴でもあり、2000年代以前にヒット作を手掛けたゲームデザイナーなど主要な人物の大半はすでに退社、独立している。2018年4月の時点で現在社員3000人、顧客の20%が日本、80%が海外となっている。アクションゲーム、 対戦型格闘ゲームのオスとして、ストリートファイター、魔界村、ロックマンシリーズ、ファイナルファイト、機動戦士、ガンダム VS シリーズ、デビルメイクライシリーズ、鬼武者、モンスターハンターシリーズ、大見は、ビューティフルジョヴァンパイアなどの傑作を多数制作している。中でも1991年にアーケード用ゲームとしてリリースした対戦型格闘ゲーム、ストリートファイター2では、 アーケードゲーム業界において、スペースインベーダー以来とも呼ばれる大ブームを巻き起こし、ブロック崩しより後に創業したアーケードビデオゲーム会社としては唯一かつ最大の大手メーカーとなった。また、エリア88、エイリアン vs プレデター、天地を喰らう、通赤壁の戦いなどのキャラクターゲーム、ブレス・オブ・ファイヤー、ロックマン X コマンド・ミッションなどのロールプレイングゲーム、 スイートホーム、バイオハザードシリーズなどのホラーゲーム、逆転裁判などのアドベンチャーゲームにおいても、傑作を残している。開発されたゲームは日本にとどまらず、海外においても高い評価を得ているものが多く、ストリートファイターやバイオハザードなど、海外主体で映画化された作品も存在している。アーケードゲームでは、自社開発のシステム基盤、CP システムシリーズで、 多くの名作を残す。CP システム3以降は、他社開発の基盤へと転換していった。ストリートファイター2の大ブーム以降は、対戦型格闘ゲームを多数制作、発売していたが、後にプライズゲームからは撤退し、2018年月現在は、ラインナップを縮小しながらも業務用、ビデオゲームやメダルゲーム機の開発、販売を行っている。 なお、カプコンは2018年以降のジャパンアミューズメントエキスポには出展しないことになった。2019年現在ではグループにおける業務用機器事業におけるアーケードゲーム事業の割合は10%となっており、残りの90%は子会社のエンターライズが手掛けているパチスロ事業となっている。アーケードゲームのアフターサービス業務も2019年3月29日を もって、上野事業所内にある、カプコンサービスセンターでの全業務を終了し、同年4月1日付で、セガホールディングスの子会社である、セガロジスティックスサービスへ移管された。同年4月以降における、カプコンのアーケードゲームのアフターサービスは、セガロジスティックスサービスの契約が適用される。海外のゲームソフトの日本語版のパブリッシャーでもあり、かつてはグランドセフトオートシリーズ。 ディアブロ、ウォークラフト部、ダークエイジオブ・キャメロット、ゴッド・オブ・ウォーなどについても、日本でのパブリッシャー権限を有していた。E3 賞の変容に伴い、海外向けタイトルのプレゼンス向上策として、プライベート賞、ゲーマーズ・デーを強化し、欧米にて開催している。2008年のアメリカ、ゲーマーズ・デーは4月12日に開催。国内における、サポート業務は、 コンシューマーゲームとアーケードゲームで分化しており、コンシューマーゲームは本社で、アーケードゲームはユーザーサポートが東京支店、オペレーターサポートがセガロジスティックスサービスがそれぞれ担当している。分野を問わず他社とのコラボレーションが多いのもカプコンの特徴であり、マーベルヒーローとカプコンのキャラクターの共演を実現したマーベル VS カプコンシリーズ。 格闘ゲームの分野でカプコンと双壁を成した SNK のキャラクターと自社キャラクターを共演させるカプコン VSSNK シリーズナムコの各種ゲームのキャラクターと自社キャラクターが共演するナムコ X カプコンなど多数存在する。任天堂のゲームにもセガグループバンダイナムコエンターテインメントなどと共にゲストキャラクターが出演するなどしている。一方で 公営テクモグループとはカプコンが保有していたプレイ機能の特許をめぐり2019年現在もカプコンと公営テクモゲームスとの間で競争中である。かつてはサッカー J リーグのセレッソ大阪のユニフォームスポンサーも務めていた。また1990年代前半にはカプコンレーシングチームとして F3000 にも出場していた。1996年 特撮番組、七江東人アイファードを東宝と共同で制作。番組スポンサーとしても名を連ね、2年後の1998年にはゲームソフトも発売した。2006年、テレビ特撮、マダン戦記、リュウケンドのスポンサーとなり、絵本を出版した。2019年、ガンホと共同でスマートフォン向け対戦型カードゲーム、テッペンをリリースした。同年、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボによるバイオハザードのアトラクションが期間限定で行われた。ありがとうございます。